ヤワタハマ幡ヤワタハマは、愛媛県西端にある、里岬半島の付け根に位置する市である。北には、伊予など、西に、上海を望み、丘陵地が多く、海は、リアス式海岸が続き、温暖で、風光明媚なところである。古くは、九州や関西地方との海上交易が盛んで、伊予の大阪と謳われ、現在は、年間40万人近くが行き来する。 西日本有数の八幡浜港を抱え、四国の西の玄関口、西四国の交流、交易活動の拠点として発展してきた。温暖な気候と地形を生かした柑橘栽培が盛んで、温州みかんは質、量ともに全国有数の産地であり、日の丸、新穴、川上、三鶴など全国に知られたブランドみかんを生産している。太陽の直射光、海からの反射光。 段々畑の石段の輻射熱の三つの太陽を浴びて育ったみかんの美味しさはひとしおである。また、漁業も盛んで、とりわけ有名なのは四国一の規模を誇る魚市場である。八幡浜港は天然の良港として栄え、中型トロール船団の基地となっており、四季折々のたくさんの種類の魚が水揚げされ、早朝の活気にあふれた市場風景と山直市場である。 同や市場は、市の名物となっている。八幡浜市は、愛媛県の西部、里岬崎半島の基部に位置し、総面積は133.03平方キロメートルで、北は、瀬戸内海に面し、東は、大須市、南は、西予市、西は、伊方町と接している。また、西側の南半分は、文後水道、上海を挟んで、九州に対している。 海岸線はリアス式海岸を形成しており、急斜面が海岸に迫る地形で平坦地が少なく、岬と入り江が交錯した風光明媚な景観をなしている。ヤワタ浜という地名は、すでに養老年間717年から724年からあり、その由来はヤワタ大臣がこの地の浜に立たせられたことによると伝えられている。 現在の八幡浜地区は、中心部を流れる線上側によるデルタ地帯を土台として、すでに天正年間、1573年から1592年には、埋め立て工事が行われたと伝えられており、以後度重なる埋め立てによって、市街地は海へ海へと拡大されてきた。古内地区は、江戸時代からハゼ栽培や海運業が盛んになり、 明治に入ると新政府の食産工業政策を受けて、工業、海運業、宝石などの商工業が発達した。第二次大戦後、水産業は飛躍的な発展を遂げ、トロール漁業の基地として、その名を全国に広めた。また、運州みかんの生産が拡大した。九州と四国を結ぶ、フェリー航路が新設され、連絡港として発展した。九州と四国を結ぶ、 連絡港として施設を拡充する一方、この年代の後半、沖新田の魚市場が整備され水産物、流通拠点として活況を停止する。運州みかんは、1972年、昭和47年に、全国的な生産過剰による価格大暴落を契機に、品種更新が始まり、区内医療館の比率が高まる。1984年、昭和59年3月に、 ヤワタハマ水場が完成し、1986年、昭和61年1月から、ヤワタハマ市、ホ内町へ、暫定給水を開始し、下記水不足が緩和された。柑橘農業、水産業、水産関連食品製造業、造船業などが主要産業となっている。未完栽培は、明治の中頃から始まったと言われ、100年の歴史を有するとともに、 その品質の良さは全国的に有名。水産業はトロール漁業を核として各種漁船漁業、養殖漁業も盛んで西日本有数の水揚げ高を誇る水産市場は大消費地への水産物供給基地として重要な役割を果たしている。農業では農家数、経営耕地面積ともに減少傾向にあり逆に耕作放棄地面積は増加している。さらに 後継者不足もあって、農業従事者の平均年齢は2010年、平成22年で60.9歳となっており、愛媛県内では最も平均年齢が低い。県平均66.9歳とはいえ、高齢化が進んでいる。また、柑橘類の生産量が全国で1位2位を争う、愛媛県内にあって、八幡浜市のみかん生産量は、県内1位を誇り、 山の斜面に広がるみかんの段々畑は、みかん産地を代表する景観である。八幡浜の柑橘栽培は、リアス式海岸で土地が狭いという農業には、不向きな地形的条件を段々畑という途方もない、努力で克服し、また、上海に対して南西方向に面しているという自然の条件を噛みて、生かして形成されている。 美味しいみかん作りの条件は土壌を適度に乾燥させる、程よい潮風と光合成を促す太陽の光にある。八幡浜のみかんは太陽からの直射日光、海面からの照り返し、段々畑を形成する石積みからの輻射熱という三つの太陽の恵みをいっぱい浴びて育っている。市南部の新穴地区のみかん農家では、 毎年、みかんの収穫時期に、みかんの里シーズンアルバイター事業を実施している。この事業も2014年、平成26年度で21年目を迎え、延べ1130名を超える若者が収穫作業に参加している。農村活性化事業としての話題性も高く、注目を集めている。古くから、地域の公易の拠点地として栄えた商工、八和浜は、 四国有数の規模を誇る魚市場を有する水産業の町でもある。トロール漁業の基地として知られ、最盛期には27棟、54隻を数えていたが、現在は1島2隻、各125トンが創業を続けている。漁業の一時代を築いたトロール漁業による豊富な海の幸は水産物加工業を生み出し、かまぼこ、じゃこ天などの製品は港から九州、 関西など各地へと運ばれる。しかし近年、漁獲量の伸び悩みや、漁価の低迷、燃料費の高騰など、水産業を取り巻く環境は大変厳しいものがある。そこで、高度衛生管理型に裁き所の整備、生産者と流通業者の支援などを施策とした、地水産振興基本計画を2011年、平成23年3月に策定し、港湾施設の整備とともに、 港町八幡浜の再生に取り組んできた。2013年、平成25年4月に、食の安心安全を求める声の高まりを受け、衛生管理に対応した、清潔な市場へと生まれ変わった。また、隣接地には賑にわい空間として、道の駅、港オアシス、八幡、港も整備され、地元だけでなく、近隣市町からも多くの人が訪れる。 港町や田浜再生の中心的な施設となっている。魚市場に隣接した八田浜港内にある海産物直売所、銅屋市場では取れたての八田浜の魚が浜地で販売されるとあって毎日大勢のお客さんで賑わっている。2010年、平成22年の製造品出荷額等の総額は344.4億円となっており、 横ばい傾向から減少傾向に転じている。業種別に製造品出荷額等を見ると、主要産業である水産物加工業を中心とした食品製造業が年々比重を高めており、平成22年では全体の7割弱を占めている。かつては、伊予の大阪とも呼ばれ、商業都市として流星を誇った。商店街も県内屈指の長さを持つアーケード街があり、 毎月8日に八幡タワ、八ヨ市委員会が八幡タワ、八ヨ市を開催しており、2014年、平成26年11月8日で30周年を迎えた。羊ツ小学校はその校舎が建築学的に高く評価されており、見学希望者向けに年3回見学会が催されている参考。詳細は、同校の項目参照。 陸上交通網では JR 予算線、国道百九十七号、国道三百七十八号などがあり、四国八のアザルートとオース式たタたタで接続する地域高規格道路、オース、ヤワタハマ自動車道の整備が進められている。このうち、名坂道路が二千十三年三月十七日に供用開始され、ヤワタハマ道路については現在工事中であり、夜昼道路も 同年5月に新規事業化された四国八のアザルートに直結するためには残る大須西道路 3km の事業化を早期に進める必要がある。また東九州自動車道の全線開通が間近に迫っており、その際は航路地域高規格道路四国八のアザルートを経営するコースが東九州地区と京阪神を結ぶ最短コースとなり、 太平洋深刻ロジックとして機能することが期待されている。一般道では国道197号が市街地の中心を通り、大須市及び伊方町へ通じ、地域を東西方向に横断しており、国道197号と交差する国道378号が、ヤワタ市中心部と西予市三亀、ヤワタ浜市ホ内中心部と大須市長浜に通じている。主要地方道については、 ヤワタハマ線、ヤワタハマ線が西予市と結び、北部方面では長浜保内線が大洲市北部と結ぶほか、ヤワタハマ中心部にはヤワタハマ港に通じるヤワタハマ港線がある。また、主な一般県道としてヤワタハマ市内各地を結ぶヤワタハマ保内線、絶海ヤワタハマ線が幹線道路網を保管している。このように、本市は、 国道と主要地方道により放射状の幹線道路網を形成している。地方港湾、特定地域振興需要港湾のヤワタ浜港は、四国の西の玄関口として、対九州との連絡港、2500から3000トンのフェリーボートが、ヤワタ浜臼木館を1日14往復、ヤワタ浜別府間を1日6往復、計1日20往復の役割を果たし、二千十一年、 平成23年で年間31.1万台の乗降車用39.6万人の乗降客が八幡浜港を利用する物流の拠点となっている。今後は東九州自動車道の全通と相まって九州と京阪神を結ぶ太平洋新国土軸の一部としての役割も期待されている。第三種漁港である八幡浜漁港はトロール漁業基地となっており、 西日本でも、有数の魚種の多い水揚げは誇っており、八幡浜港と合わせて、港湾、漁港の集約的整備による、賑わいあふれる交流空間の創出、交流人口の増加、経済活動の活性化の促進等を目標とした、八幡浜港振興ビジョンが策定され、旧水産市場地先等水面埋め立て地に、高度衛生管理型に裁き所、道の駅、港をアシス。 八幡浜、港が2013年、平成25年に完成している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。